スタッチャーです。ちょっとね、花粉で目が赤いんですけども、まあ今日はそれは置いといてですね、今日なんですけども、まあ皆さんインスタグラムとかね、見ますかね、わかんないんですけど、まあよく、ね、インスタグラムとか使ってる人いれば、見る、まあ、ファッショニスタたちがいると思うんですよね。インスタグラマーというか。まあちょっと、韓流っぽい感じのね、ファッション、まあインスタグラマーと言っていいのかね、わからないんですけど、まあそういうスタイルってあると思うんですけども。まあマッシュで、白シャツ着て、まあ黒いスラックスなのかスキニー履いて、で、足元はなんか、ダッドスニーカーなのか、スピードトレーナーなのか、みたいな感じして、腰に、こうね、ウォレットチェーンを、こう、つけるみたいな。まあ、なんとなくね、想像つくかと思うんですけど、あれをね、ちょっと僕は、よく考えてみたらね、家にあるもので、0円でできるんじゃないかと、いうふうに、ちょっと思ったので、今日はですね、家にあるもので、あのスタイルをちょっと再現させようというふうに思います。で、今回こうね、家にあるもので作るアイテムがですね、まずね、スピードトレーナーとね、あとはね、あのグッチベルト、あの GC って書いてあるバックルのものと、まああとはそれを作って、まああと家にあるものでスタイリングして、もうあのスタイルをちょっとこう再現したいなと。いうふうに思います。はい。で、まずなんですけどもね、スピードトレーナーを作りたいんですけども、スピードトレーナーを作るにあたって大事なのはね、要素としては2つですよ。まあ、あれはね、ソックススニーカーというかね、靴下っぽい感じのやつなんで、まずこのね、適当な、もういらなくなった靴下、うん、使い古した靴下、こう、切ったね、靴下をね、まず、用意してください。これが、まあ、今言ったソックススニーカーですが、ソックス部分になります。もう読んで字のごとくソックスですね。はい。そしてですね、ソールの部分。あとはソールの部分なんですよ。もう一つの要素が。それは何かと、これ発泡スチロールで作れますから、この二つね、多分あるっしょ。発泡スチロールと靴下ぐらいね、多分どこの家庭にもあるし、まあなんか入手可能かなと。うん、こんな0円でもらえる、持ってこれるんで。そういう意味において、まあ家にあると言っていいのではないかなと思うので、この2つでちょっとね、スピードトレーナー、バレンシアガのね、スピードトレーナーをちょっと作っていきたいなというふうに思っております。もうこれ簡単ですよ、手順は。もう手順は簡単でね、これ、発泡スチロール、これ蓋なんですけどもね、これこうやって、足にこうやってこう型を作って、カッターで切り取って、で、接着剤で留めればいいだけの話なんで。超簡単です、これは。わかりますか？これでね、自分の足でオーダーメイドしてください、足型で。まあこんなもんだろうと。映ってんのかなこれ。よくわかんないですよ。よしと。OK。よしと。こんな感じでね。ソールをね、ソールの型を取りますと。はい。ね。したらもうあとこれ切っていくだけですから。うわ。ひどいことになります、机の上が。気をつけてください。机の上が発泡スチロールのカスだらけになるんで、ちょっと気をつけていただきたいんですけども。はい、こんな感じで、はい、パパッとやればね、こんなもん10分くらいで、ソールの切り抜き終わりますから。これを、あとは、靴下とね、接着していくという作業になります。うわ、大変だ、このゴミが。これ皆さんで、ね、ゴミ箱の上とかでやった方がいいかもしれないですね。ちょっとね、汚くなっちゃうの、本当に。外でやっちゃまずいか。はい、ひどいことになってます。
ただまあね、家であるもんでタダで作ろうっつうんですから、多少のね、多少のリスクっていうのは、やっぱしょうがないといけない。はい、接着に入るんですけどもね、接着に使うときは、これ、ご家庭にあると思いますけども、ボンド、G クリアっていうね、この比較布合成ゴム用の、こういう接着剤、これを使うのがよろしいかなというふうに思っておりますと。でね、簡単です、もう。あとやることは。くっつけるだけなんでね。これを、はい。ここにね、こうかけますと。で、こうまんべんなく、塗って、まんべんなく塗って、これどっち足だ？左足か、これ。左足だな。ん？右足か。まあ、どっちでもいい。こうやります。もうこれ、これお風呂の靴下。もうこうやりますと。はい。これで、乾かしましょう。ちょっと時間を置いてね、乾かしましょうね。はい、こっちもやってきまーす。簡単でしょ。誰でもできるんでね。ぜひやっていただきたいです。あんな金かけなくてもできるんでね。はい。よいしょと。うわ。はい。こっちも、はい、左足これくっつけますと。はいと。はい。はい、で、これ乾くの待ってる間に、こうやって今ね、足の裏にこうやって接着してね、乾くのを待ってる間にですね、乾燥時間に、ちょっと待って。グッチベルトの方をちょっと作って、グッチベルトのね、うん、バックルを作っていこうかなと、いうふうに思ってます。もう適当にこういう段ボール用意してください。段ボール。何でもいいです。ご家庭にあるでしょ、段ボールぐらい、ちょっとはね。よし。この段ボールを使う。はい、こんな感じで、適度な大きさに切ってですね。あれ、どういう感じだっけな ?GC って書いてあるんだよな。確か。こういう、なんかこう交わる感じで GC って書いてあった。こんな感じですか？こんな感じ？こんな感じだよね。確かね。まあよく、わかってないです。覚えてないですけど。なんでこうやって GC って書いてですね。この周りを、ちょっとこうやって字を太らせるんですね。うん。こういうふうに、ちょっとこう、太らせてですね。下もこれあと切るだけなんで、簡単ですね。こうカッターで、ちょっとこう、カッターで切っていきましょう。
か、しょうがねえな、これな。でいいか。ね。ちょっとここ破れちゃいましたけども。まあしょうがない。こんなもんでいいでしょうと。はい。ということで、こうバックルができて、で今ね、スピードトレーナーの方も、しっかりと接着されましたんで。これでいよいよ、もう完成はすぐそこなんです。あとはね、服を着替えるだけなんで、ちょっと着替えるんで、待っててください。どうですか？ほら、もう完璧じゃん。グッチのバックルと、このスピードトレーナー、ほら。もうこんなんやってさ、もうこれ。これインスタグラム、インスタに超いるっしょ。これ首の上映さないで。ね？はい。簡単です。うん。まあ、首の上映すならね。映すならまあ映すでね。こう、髪型もこういう感じで。こうバックルをしっかり。バックルをしっかりやっぱこう見していかないとね。はい。見せてください。どうですか？このシャツは、お父さんのシャツです。お父さんが絶対に会社に行くときとか、皆さんの家庭にも絶対あるんじゃないですか？こういうワイシャツ、白シャツね。はい。これお父さんのシャツです。この黒スキニーはね、うちのお母さんのものですから。はい、みんなお母さん黒スキニー持ってんじゃないですか？1円もかかってない。1円もかかってないですよ。この再現率すごくないですか？ね。もうこれもう見たでしょ。みんな。みんな見たことあるでしょ、これ。ね？うん。こんなんね、お金使わなくても、お金使わなくても十分できますから。はい。あとは、ま、ちょっとここに黒いマスクとかね、こうかけてみてももしかしたらいいかもしんないしね。うん。あとは、この上からね、グッチって書いてある T シャツとかね、ちょっと着てみたら、より一層、クオリティを高くできるんじゃないかなと。今回これ基礎編なので、一番、まあ、導入編というかね、ビギナーに向けた動画なんで、まあ、これを基礎としてね、皆さん応用してってくれればいいんじゃないですか。まあそんな感じです。スピードトレーナーもね、うまくできました。ほら。ね。非常にいいと思いますんで。簡単に作れます。なので、今日はですね、家庭、どのご家庭にでもあるであろうものを使って、イケてる、ファッションインスタグラマーの、スタイルを、再現してみたと、いうような動画になってます。ぜひ、皆さん参考にしてみていただいてね。はい、これでインスタ映えするんじゃないかなと、思います。はい。